曲げ強度が強度区分3、うん、3っていうのが、これは東京の西の端の、まあ、西多摩地域の山で採れた木です。東京都の面積の4割ぐらいは実際には森林なんですよね。やっぱり自分がおたてになるその気候風土の地域の山で育った、うん、木で作れるってことが、まあ、一番の長所かなっていうふうに思いますね。これはね今乾かしてるんですよ。まだ引き立てのほやほやなんですけども、うん、木は水分をたくさんまだ切り立ては含んでるので、うん、それを乾かす作業を今しているところです。普通は120度ぐらいの高温の窯の中へ入れて短期間で乾かすっていうのが今の世の中の木材の乾燥の仕方の主流なんですけども、うん、確かに短期間で乾くんですけども、うんうんうん、やっぱりそれでやると木が本来持っている、まあ、油分だったり香りだったりそういったものも抜けてしまうので、なのでこういう天然乾燥にこだわっています。でまあ口で、言ってもじゃあ本当にそれちゃんと乾いてるのか乾燥してるのかとか、あと強度はちゃんとしたものなのかっていうところがやっぱ皆さん、ね、消費者の方には見えないので、そういったものをきちんと担保するで見える化、するために、今回新たにグレーディングマシンっていう機械を入れました。これは今ちなみにもう乾燥し終わってもうこれからもう家作りにいよいよ使う直前のヒノキの柱です。でこれをこの機械に入れますと、まず重量を測ります。そしてあちらの機械で打撃をします。で打撃をする反響音でその木材の強度が測定できます。そしてまた流れていってマイクロ波がでこの木の水分を測ります。ここに表示されているのが含水率です。木に含まれている水分の量です。それが、構造材の場合は 20% 以下が合格というふうにしてます。だいたい 20% 以下にしておけば建てた後もそれ以上大きな縮みがなくて、いろんな施工不良を起こさないという、やっぱ含水率が 20% なので、まず 20% 以下になっているかということを検査します。と、曲げ強度を、ヤングケースっていう木材の表示の仕方をしてるんですけど、今ここに3って示されてるんですけども、3ですと、ヤングケースの E の90っていう数字があるんですけども、ヒノキの場合は E の90以上を東京ウッドの規格と、合格ラインとしてますので、この3以上の区分に出たものを合格。これは今検査が終わって印字されたものなんですけども、まあ、東京ウッドでヒノキでサイズが 3メーターの105ミリ ×105 ミリの角材で曲げ強度が E の90以上ありました。含水率は 20% 以下でしたっていう検査が終えて印字されて出る。でこの性能をクリアしていれば施工上の建てた後も縮んで不具合が出たりだとか、あと曲げ強度的な心配とかは全くないので、数字的にも安心しておすすめできる木材になっています。ただそれ以外にやはり乾燥方法にこだわっているので、こういうヒノキが持っている本来のこういうピンク色をしたこう色つや、それからまあ画像だと香りはお伝えできないですけども、あの匂いも高温に熱した木材とやっぱ自然乾燥で仕上げた時はもう匂いが全然違うので、そういったところでも全然違いが
はっきりしてると思います。おすすめ、もう胸を張っておすすめできる木材に仕上がっています。